ました、とにかく今日はお昼11時ぐらいに着いたんですけども、まあ、雨、雷、中断、そしてコート移動で終わったのが7時ぐらいですかね。結局負けました。1回戦敗退、6-8ですかね。やっぱり今回の課題また出ましたね。1-3マインド、試合の入りがやっぱ悪いですね。で途中2-5まで行ったんですけど、そこで、コート移動が入って15分ぐらいしてコート入ったんですけど、そっからですねパンパンラリーが入るようになって、すっごい試合やったんですね。ラリーの応戦というか、お互い打ち合いみたいな感じ で、その中でもどんどん打ち合ってコースついてポイント取れてゲームを取り出してやってたんですけど、急にですね相手のサーブの時のサーティーフィフティーかなんかの時にポコンとコートの真ん中に座って、でその前からなんかちょっと足を気にしてたのが分かったんですよね。まさかそこまで来てるとは思ってない。というのは熱中症の、痙攣じゃないんですよね。夕方涼しい中で、ただまああのハードコートであの激しいラリー、もう本当にクロスストレートのラリーとか、上林がどんどん攻めていくボレー出るみたいな走る、でそういう中でこうやっていくと負担がかかってたんでしょうね。急にポコンと座り出して、まあトレーナーが来て、で結局まあこれは普通の痙攣だということで続行で、そこから2号から、3号、3-6、4号、4-7、5-7、6-7まで来たんですね。で上林のサーブ、まあ1本ダブったんですけど、ラブフォーティーからまたデュースまでも連れ込んだりとかで、ただね相手がねもう一発エース狙いでババー打ってくるわけですね。それがまた入ると、それをなんとか1本返して次っていうところですね、やっぱ押し切られて最後負けちゃった。あれ1-3マインドじゃなくて最初からですねしっかり打ち合って1ポイント目から打ち合えるような状態で入っていけば、ひょっとしたらまあ結果論なんですけどもね、もうちょっと違う結果になってたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり課題はですね試合に入る前この 1-3 マインド、これ何回言ってもダメなんですね。というのは練習の時からもう気をつけて注意しとかないといけなかったんですけども、とにかく練習入る前も本当にアップしたのっていうような感じで入ってくるわけです。でそれではですねあんな入りになるんじゃないかなと、 1-3 マインドの入りになるんじゃないかなと思うんですね。ですからこれからはまあインターバル、ストップダッシュですねとかアジリティ系の、アップをして自分で心拍数を上げた状態から、入れるようにやっていくと、試合中ですねだいたい1分間の心拍数って前聞いた時150から180って言ってたんですよね。ですからそこまで上げた状態を作ってでちょっと落ち着いて入るというような試合の入りをもう少しきっちり訓練して次の試合に挑んでいきたいなと。まあもう全てが結果論なんですけども、まあラリーは2号からかなり良かったです。それで相手がですね負担がかかって結局足が痙攣みたいな、それぐらいまでですねしっかりできるようになってますんで、今やっている練習は間違いないっていうのは分かりました。ただちょっとね、下半身の強化これしないといけないということと、それからもう当然バックですね、フォアはいい感じで打てるようになってきたんで、バックをですねちょっと強化しないといけないんだ。で、試合の入りこれをやっていかないといけないので、またね大反省会をやりたいと思うんですけども、いやー今日はですねちょっとまあうん時間かかるなと思いました。でもやってることは間違いないっていうのは分かったんで、これを継続してやっていけばもっと良くなると思います。ですから明日からまたね頑張りたいと思います。
時間かかりますね。